世界で一番成功してるビジネスセダンっていうこのサイズのローターっていうのが5シリーズ設定ないんですよ。これショックって普通の標準の BMW と一緒らしいですよ。これすごいトルクが。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルピナ D5S2018 年式 16,000 キロこちらの車両になります。小島さん、最初に報告させていただくとですね、はい、私、ちょっと上唇に口内炎がございまして、かみかみ度がアップして、今日お届けするんですけれども、そうなんですか、はい、ちょっとご了承くださいませ。はい、そして今回ご紹介するのが、名古屋店の XB7 に続いてのアルピナということで、はい、今回、ちょっと勉強しました。前回、ちょっとふわふわっと紹介しちゃったんで、名古屋店の時の、はい、自分で見返して、いや、これちょっと勉強足んなかったなと。ね、はい、で今回しっかり勉強して、はい、ただ完璧じゃないです、多分ツッコミどころ満載だと思いますし、うん、詳しい方は多分かなりいらっしゃると思いますので、はい、コメント欄で教えていただけると助かります、うん、そして今回ご紹介させていただくのが D5S ということなんですけど、はい、いわゆる現行型の前期型に当たるわけじゃない、はい、ただ車が同等のものというか、うん、ベースになっているものが日本にまず入ってきてないんですよね。そうですね、外観はねちょっと見たら分からないですけど、中身が全然違いますからね。で、基本的に日本に入ってきてるのが、523の、直4のディーゼルまでしか入ってきてない、はい、で本国だと直6のディーゼルとかあったりするんですけど、はい、今回ご紹介させていただくこの D5S が、はい、本国設定のある 540X ドライブがベースになってるんですよ。ただシャーシの方は 530D の X ドライブがベースらしいです。シャーシ違うんですか？僕知らなかったです。僕が見た解説のものだとそう書いてありました。シャーシは 530D をベースに、エンジンは 540D のエンジンになっている。それはアルピナだからですかね。多分そうだと思います。そうですよね。その時給の時の多分そういうことですよね。まあその辺もあると思います。で、まあ他のパーツなんかもいろんなその BM の本来設定のないところからこう引っ張ってきたりとかしてるっていうパッケージになってるんです。まず外観から見ていきたいんですけど、今回の車グリルだったり他の部分もいろいろ黒くなってたりするんです。で、あとは全体的に車のパッケージ、アルピナだから何でもかんでも全部ついてくるわけじゃなくて、基本的にBMW の標準の車組み立てるのと一緒で、オプションをいろいろ足していく感じになるんですね。でもちろんある程度のものはついてるんですけど、まあ基本的に AMG みたいな63だったらとりあえず全部ついてますっていうよりかは、まあある程度こう組み立ててって必要なものを足していくっていう形なんですね。で、今回の場合は割と外装だったり内装だったりも、スタンダードのものっていう感じになると思うんですけど、この辺が黒くなってたり、あとはアルピナなんでリップが標準装備でお茶がついてると、はい、この辺が機能美、要は機能から来てる造形っていうのがもう伝統的にずっと続いてるみたいです、はいはいはい、でこれが形状は機能に従うっていうこの原則らしいです、はい、だからもうデザイン優先の形にはしない、基本的に必ず機能が伴ってるこのデザインにしますよっていうことで、全部機能とデザインと素材が完璧に調和する、はい、でこれ空洞に入れてちゃんとテストもやってるらしいので、はい、まあ基本的にそのエアロダイナミクスもアップするような形状になってます、はいはい、あとはデコラインなんかがしっかり、これアリーナ車オプションで選べるんですよね。で選べますね、はい。で基本的に無償オプションなんで、ほとんどの車が入ってる、はい、でコンフィギュレーター見てびっくりしたんですけど、はい、コンフィギだけ黒の設定があるんですね、はい、ラインにボディラインに黒は見たことないですね、うん、プラス10万ぐらいかかるらしいんですけど、普通のスタンダードなデコラインって無償オプションらしいんですよ、ただその黒のラインだけで10万円かかって、でしかもアフターパーツで出ないんですよ。その車でしか出ないってこと、車体番号じゃないと出ない、車体番号というか新車のオプション、そうですね、車体番号補修用とかじゃないと多分出ない、基本的にアフターで売ってるものには設定がないっていう、はい、見たことない。アルピナの黒ライン見たら、はい、ちょっとラッキーですね、はい、そんな感じになってます。そしてあとはヘッドライトなんかは、もう5シリーズ標準のアダプティブの LED のヘッドライトについてて、G30 のこの5シリーズはもう公式の方で世界で一番成功しているビジネスセダンっていう題目で販売しているそうです、うん、それ誰が決めたんですか？キャッチフレーズでしょうです。キャッチフレーズです。キャッチフレーズですね。はい。E クラス忘れてないかと思ったんですけど、ビジネスセダンでいうとやっぱり BM だなっていう。なんかビジネスななんかすっごいフォーマルなイメージないですか。はいはい。なんでその辺なんかもあって、まあ車の完成度は非常に高いですし、まあ装備的なものも、まあこの G30 から先進的な安全装備なんかもかなりアップしてるんで、まあ乗りやすさもあるから。そして横に回っていくと、ちょっと横だいぶ長いですけどいいですか、僕の考察も入ります。もうかなり今回も僕の喋る間がないぐらい喋りますね。相づちだけしてもらいました。わかりました。じゃあ相づちシリーズで、はい、そして足元の方はアルピナのクラシック20本スポークのこちらのホイールが標準でついてくる。これもカラーがメタリックだったりいろいろありますけども、今回の場合は一番スタンダードシルバーで、これも単造ホイールなんで何を比較してるのか分かんないですけど、キャストの20インチ、多分スタンダードなものだと思うんですけど、25% ぐらい軽くなってるらしいです。出足だったり燃費だったりもそうですし、いろんなその運動性の向上につながってると、はい、であとはタイヤの方はもうおなじみのアルピナ認証タイヤ ALP とか入ったやつですね、はい、こちらが装着されてございます。で前回の XB7 の動画でコメントもいただいたんですけども、これずっとこの変わんないじゃないですか、タイホイール、はい、そしてこのタイヤアルピナ認証タイヤ、はい、コメントでもいただいたんですけど、これずっと変わらないのって結局ずっと同じことしていくともうデータがこう溜まってるんで、その開発に対してショートカットができるというか。でもあれ蓋なくなっちゃいましたよね。鍵ついてるやつ、そう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 、鍵開けて入れるやつ、そうそうそう、なんかアルピナのねホイールってなんかイメージがどうしてもありますけどね。だから最近のずっと使ってるこの20本スポーク、こちらのホイールになってございます。そしてあとは奥に見えるブレーキ、正直ここだけでもこの車を買う価値だいぶあるなと思ったんです。これだいぶ大きくなってるの知ってますか、小島さん。大きいですよね。これって5シリーズに設定ないんですよ。僕パーツリストバーって全部いいなんですけど、それは知らなかった。このサイズのローターっていうのが5シリーズ設定ないんですよ。これがどこから来てるかなと思ったら、まずこのサイズの方が395倍ってとてつもないでかさのローターになってるんですけど、これが7、8、あと X4、X7、あとファントム、カリナンのローター系とローターの品番でこの395倍っていうのがあるんですよ。おそらくそこから持ってきてるんじゃないかなっていう。じゃあそれはあれか、アルピナがつけてるってことですね。そうしたら BM で例えば出庫時についてるっていうよりかはアルピナがつけてるんでしょう。今どういう生産体制なのか、昔はホワイトボディをなんかそのアルピナに入れて全部アルピナが組み立ててっていうことをしてたじゃないですか。今はどこまでそれをやってるのか分かんないんで、僕も調べたんですけどそれまでは出てこなかったんで分かんないですけど、基本的にはおそらくそのローターじゃないかなっていう、これ僕の考察です。詳しい方コメントいただけると助かります。なのでその辺のもう一個車格が上の、もう重量も上の車のローターを使ってるで、当然ドルイドスイートはスポーティーになりすぎちゃうんで、オプションであるみたいなんですけど、それじゃないタイプのローター。そしてブレーキの方はパフォーマンスのオプションのブレーキですよね、はい、こちらがアルピナのこのブルーになって装着されてる、だこれローターも買ったら結構しますし、キャリパーのこのブレーキキット自体も、ローターついてきちゃいますけど、パーツで買うと60万から70万ぐらいするんですよ。ローターがですか？ブレーキキットがね、そこだけでももうプラスになってるかな、でなおかつアルピナですから基本的にその制動だったり、車の動きも計算されてのローター系とブレーキの制動力じゃないですか、この辺はかなりお金がかかってる部分じゃないかなと思います。そして足元の方も少しだけ車高が下がってるんですよね、はい、でこれ足元も独自のチューニングがされてるってよく言うじゃないですか、どんだけこうオリジナルもの使ってるかなと思ったら、意外や意外これショックって普通の標準の BMW と一緒らしいですよ。同じですね。あ、知ってるの？同じです。スプリングだけなんかその短くてちょっとレートの上げたものに、あ、スプリングだけですね。スプリングそうそうスプリング交換してっていうことです。あとはそのアライメント、なんか一度ぐらいキャンバーつけてなんかその独自のアライメントになってるみたいで、その辺で走りがだいぶ違うらしいです。じゃあアライメントテスターのデータでアルピナってやっぱり多分違うのが、もちろんその車高が下がってるんで違うと思うんですけどらしいです。こんな感じの足元がなってる。そして先ほど触れたこのデコラインが横までついて、この辺黒くなってるんですよね。だからシャドーラインのエクステリアじゃないみたいで、この窓枠は向きのままなんですね。そうですね。これこの方だからですか、それとも別なんですかね。僕ここ調べて分からなかったんですけど、なんででしょうね。これちょっと黒くしたらちょっと締まりますよね、はい、まあでもここの横のシルバーと合わせてるかもしれないですけどね。でもこっちメッキじゃないですか。まあね、はい、まあこの辺なんかもカスタマイズでご相談いただければできますので、はい、まあこれでも全然まとまりはさすがだなっていう感じがします。サイドギルのコンクールですし、あとは先ほど触れた295020インチでこちらもよく見ていただくと分かるんですけど、後ろの方がローターでかくないですか。小島さん離れてみてください。お、同じじゃない。え、大きいんだ後ろの方が。微妙にでかいんですよ。リア398パイなんですよ。でかすぎじゃないですか。いやね、普通はリアねちっちゃいっていうのがね。これ M5 とかでも、うん、このサイズってないんですよ。うんでこれもどこから持ってきてるかと思ったら、うん、おそらくですよ、うん、このパーツと品番照らし合わせてるわけじゃないんで、うん、リアに関しても僕の考察ですけど、うん、78あとファントムとカリなんで、うん、398パイのこのスチールローターの、うんはい、設定があるんですよ、うん、でおそらくそれがついてるんじゃないかなっていう、はい、それ考えると他の車種とかでもローターってなんか共通なのかな。大きくしようと思ったら簡単にできるのかな。できないんですよ。僕メーカーだから分かるんですけど、うん、ローターでかくすると結局キャリパーもこう外に行くんで、うん、同じキャリパーが使えないんですよ、はいはい、だから多分なんですけど外に逃がしてるかもしくは外に行くキャリパーも一緒に移植してる、うん、やってる感じ。あじゃあやっぱりすごいこだわってめちゃめちゃここお金かかってます、ね、かかってますよね。あとブレーキってむやみに変えると、うん、結局そのブレーキング時のその姿勢も変わるし、はいはい、車の挙動が全く変わっちゃうんで、うん、だからあんまり変えられないんですよ、うんうんそこしっかりこうお金かけて、うん、ここだけでもかなりの価値があるんじゃないかな。だからやっぱりそのなんですかアルピナがやっぱ車メーカーっていうところやっぱそこに出てるってことですね。そうそういうことですね。そして後ろに回っていくと、はい、後ろに関してはこのトランクスポイラーが標準でついてる。この辺もなんかいい意味でですよ、うん、普通でよくないですか、うん、なんかこう立体的になってることもなく、はいはい、こう逆反りになりすぎてることもなく、うん、なんか純正オプションですよって言ってもわからないぐらいさすがチューナーっていう感じの、はい。そしてエンブレムもチューナーじゃないでしょうか、はい、メーカーですね。あ、失礼しましたそこはね、ちょっと突っ込めちゃうんで、はい、でマフラーに関してもアルピナエキゾーストシステムがついてると、はい、でこれバルブとかないやつですよね。ないですね、はい、スタンドだったでこれも専用品になるんですよ。このディフューザーのこのちっちゃいピンとこの上の部分も、はい、これアルピナのマフラーか。だってこの出口ないじゃないですか。アクラボとかつい使うのね、アルピナって、ね、あ、そうですね。確か M3 かなんかはアクラボのやつが純正供給してたりしましたけど、うんうん、これ僕覗いたんですけど、うん、アクラボでは多分ないと思います。でこの4本出しっていうのがそもそも5シリーズ設定ないんですよ、今回車種で。スクエアのしかないんですよね。でここをこう囲ってるリアのこのスカートもないんですよ。これ完全にアルピナ。ここからこうでしょ、立体型の。これがここから上は BMW です。ここから下はもうアルピナ専用になって、この囲われるデザインになってる。こんな感じのリアになっております。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ。輸入車買取はボンドカーズ。続いてトランク見てみたいと思います。トランクの前にさっきの話の続きになっちゃうんですけど、はい、ここ同色なのもめっちゃいいなと思ったんですよ。あ、そうですね。5シリーズに限らずですけど、うん、最近の BM って、うん、ここわかります？突然出てくるガンベタ。あ、まあ、そうね。車他の部分全然ガンベタ使ってないのに突然ここにガンベタが出てくるじゃないですか。で黒とかだと目立たないですけど、はい、白とか、ねうん、他の車だと。青とかなんか急にここに違う色が出てきて、うん、あれって思ったりするんですけど、これちゃんと同色になってるんで一体感あるかなと。そしてトランク、まあ、この辺は全部通常の5シリーズと共通ですよね。はい、はい、トランクの方が530リッター、もうビジネスセダンですから、はい、当然ゴルフバッグなんかも、はい、ちょっとこう段差のところに逃がした方がいい感じですね。そうですね、はい、ただこの上のセグメントの車と違ってシートが424で倒せるんで、はい、これ BM いいですよね。ここ引くと倒せるんで、この辺なんかの利便性もかなりある。あ、待ってロックしちゃったな。シートベルトがロックしちゃってる。ですね、大丈夫。小島さんと撮影してると必ず何かありますね。ハプニングがない。はい、失礼しました。出します。リアシートもこんな感じで、少し傾斜がつくんですかね。はい、ただ容量はかなりアップするんで、まあ、使い勝手もいいかなと。そしてこの下側は5の場合ないんですよね、3と違って。はい、はい、こんな感じになっております。では続いて内装を見てみたいと思います。内装の方も専用品がいろいろついてまして、まずこの恒例のアルピナの光るスカーフプレート、はい、こちらもついてると。であとはフロアマットの方が専用品、これバッチ付きのものになると。あと内装の方を見ていただくと、今回の車はスタンダードなタイプですよね、はい、特殊なもうめちゃくちゃやり込んでる車じゃなくて、はい、いわゆる一般的なもうスタンダードな感じになってる、はい、ただこの背中のメタルエンブレム、はい、こちらは標準でついてくる、はい、これなしオプションもあるみたいですね。無償みたいですね、これ。ああ、そうですね。ない車もあるみたいですけど、はい、でヘッドレストにエンボスなんかも入れたりもできるみたいなんですけど、はい、今回の車はないと。あとやってまいりましたステアリング、スイッチトロニック付きの、はい、このパドルをなしにしてこのボタンになってるんですね、はい、こちらのタイプのステアリング。これが、ラバリーナレザー、はい、小島さんこれ知ってます？何ですか？ラバリーナレザー。ラバリーナレザー知りません。前なんか別の動画で、あ、でも最初に昔 B6 からの時そうですよね、なんか言ってるね、はい、これが塗ってるんじゃなくて染めてるレザーらしいです、うん、で染めると結局そのレザーの風合いが全部残る、うん、顔料でこう塗っちゃうと結局表面が塗料がついちゃうんで、うん、レザーの風合いが変わっちゃうらしいです。変わっちゃうわ。なんで基本的にその染めてる、うんやつらしいです。ただ染めると染めるでデメリットもあって、うん、穴が開いてるまんまなんで、うん、ちっちゃいこの毛穴だったり、うん、うん、レザーってこうもちろん人工的なものじゃないんで、うん、うん、ちっちゃい目に見えない穴が開いてるらしいです、うん、でその汚れだったりだとか、うん、あと水分だったりが染み込んじゃうらしいんですよ、うん、だレザーでもこう水を吸っちゃうやつと吸わないやつあるじゃないですか、うん、うん、普通の染めてるレザーだと吸い込んじゃうらしいんですよ、うん、でそれ車の内装だと使いづらいんで、うん、セミアニリン仕上げって言って、うん、ちょっとだけ顔料を入れてちょっとだけ塗ってるらしいです、うん、でそうすることによって耐久性なんか、うん、だから質感も本来の革の質感が持ちながら耐久性も持ってるという。そうです。でこの染料のこのレザーにする場合、うん、めちゃくちゃ大変で、うん、要はレザーの質感が全部丸見えになっちゃうんで、うん、変なレザーが使えないです、うん、基本的に虫刺されとか、うん、あとはその何ですかイボとかない、うん、もう超綺麗なレザーじゃないと、うん、このラバリーナレザーっていうのができないらしいです、うん、その辺がしっかり使われてると。でこれ流通量のちなみに 5% しか流通してないらしいですよ、この超高級レザー。それはアルピナのステアリングはほぼそれってことですか？全部標準でこれになってます。そうです、でおそらくなんですけどシフトもそれで張り替えてんじゃないかなと思うんですけど、うん、ちょっと後で触った質感ちょっともう一回レビューしてもらいたいですね、はい、見てみたいと思います、はい、あとは今回本当にスタンダードなタイプでヘッドアップディスプレイなんかもないですし、あとはルーフに関してはアンサルサイトの黒いタイプになっている、はい、ただサンルーフなんかもない本当にスタンダードな車になっております、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。もう車のレビューはいいですかね。はい、アルピナのレビューだけでというと車100点なんていや5シリーズだって申し分ないじゃないですか、なんか使い勝手もサイズも、でも機能的なものも今って僕結構5シリーズってちょっと今その影が薄いじゃないですか、はい、そこをちょっとそのアルピナも加えてレビューというか乗ってね良さが伝われば分かりました。いいんじゃないですか、頑張ります、はい、で専用品の紹介に戻るとメーターも当然専用のメーターになってると。これ最初のアルピナのね、はい、ロゴの出るこのブルーのメーターになってます、はい、そしてスペックで紹介しますけど275キロでしたっけ、275キロ最高巡航速度ができる車になっております、はい、そしてナビの方は 10.5 インチのこちらの大型のモニターになっていると、はい、タッチパネルのこのタイプになってます。あとはこれいろいろ今後やってくれるじゃないですか、地デジ、はい、オプションで足すの忘れたら、うん、もしくは中古車ついてなかったら地デジ足せますし、うん、はい、あとはミラーリングなんかもできますし、 YouTube、Netflix 見れるようにもできるじゃないですか。あとカメラ足らなければ、まあ、5シリーズで足らないってないと思うんですけど、うん、足したりもできるわけじゃないですか、うん、あとはエアコンの方に関しては、デュアルゾーンのエアコンのタイプ、はい、で後ろも後ろはないタイプですね、はい、はい、デュアルゾーンのエアコン、そして置くだけ充電もしっかりついてて、ドリンクホルダーと、あとアルピナこれ番号いいなと思ったんですよ、009、はい、99番、はい、で年間2000台ぐらいしか日本に入ってきてないんですよね。違う、1000台の生産台数で、ああ失礼しました、200台、200台で、はい、はい、マックス1700台ぐらいらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、その年によって違うらしいですけど、その少ない流通量の中の200台しか入ってこない、はい、でなおかつ今回の車は99番ということで、うん、番号ちょっといいなと思っちゃいました。これだけでもね、はい、ちょっと価値観なんか最近、昔はこう長いやつだったけどね、はい、こういうコンパクトなやつ、こういうやつですよね。ここに、こういうね、あ、こっちか、ここに入ってましたよね。こっちのタイプになってる。でこれシフトも違いますよね。違うと思う。これ違うですよね。違う。これもおそらく標準じゃないラバニラレーザーで張り替えたやつじゃないかなっていうと思います。あとグローボックスなんかもこんな感じで深さこそないですけど割と容量があるのかなと。まあこれでもね、5シリーズ安定の5シリーズですからね。そしてシートに関しては標準のダコタなんで座り心地に関しては一緒ですけれども、調整なんかも5シリーズまできめ細かにできますんで、この辺も安定のって感じですかね。スポーツタイプじゃないんで横のこの張り出しは低いですけど、それでもここにも出るんで動きが動かすとこっちにも出るんで、この辺は安定感あるのかなと思います。そしてこのパネルも専用になってくるんで、このアルピナのロゴが入ってると。そして天井、先ほど触れましたけどアンスラサイトの天井になってて、バイザーもちゃんとファブリックなんですよね。はい、はい、室内の高級感はもう5シリーズの時点でかなりいいんじゃないかなと思います。続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席も本当にスタンダードな感じですよね。はい、エアコンも吹き出しだけ、吹き出しだけですね。はい、ここに小物入れがあって、でシガーソケットが2個ついてますね。はい、2個ついてますね。はい、でシェードとかもないですもんね。ないです。横も後ろもないですよね。はいはい、ただもう元々がいいんで、広さも十分ですし、レーザーの質感もこのダコタの風合いかなりいいんじゃないかなと。もちろん同価格帯でもっと豪華なやつありますけども、はい、今回そこじゃないと思うんです。そうですね。はい。一応足、頭、座り心地もいいです。こんな感じのリッチシートになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がこれが通常5シリーズに積まれてない、はい、アルピナだけのエンジン。日本仕様ですね。本国仕様の方、もしくは他の国向けのエンジンになってくると。これが 2993cc6 気筒ディーゼルターボ。最初にも触れましたけど 540XD のエンジンが積まれてるということで、これ B57 っていう型式らしいんですけど、それをさらにチューニングして6馬力アップ。トルクの方が2キロアップ、はい、本当微調整っていう感じな気がします。そうですね。はい、おそらくもうファインチューン、うん、中開けてまでおそらくやってないんじゃないかなっていう、うん、少しこの見直して、うん、で少しだけ馬力が上がってる、うん、そんな感じになるんじゃないかなと思います。ただトルクがこれ71キロあるんですよ、はい、71キロってやばくないですか？やばいね。これ冷静にいろんな車と比較したんですけど、大体、うん、AMG の63エンジンと同じぐらいらしいです、うん、トルクはね。63エンジン77キロなんですよ。もちろん63エンジンの方が出てますけど、そのぐらいのトルクっていう。欧州のこの辺のすごいトルクのディーゼルエンジンってむちゃくちゃ評価高いんですよね。日本に全然入ってきてないけど、メルセデスもそうだし BM もそうだし、ポルシェとかアウディとかあの辺の大きい車のディーゼルとかって欧州ですごく乗られてるんですよ。で結局高速の巡航がすごい楽なのと、あと燃費がいい。なんかカイエのディーゼルなんかめちゃくちゃ売れてるらしいですよね、本国だと。結局満タンでなんか1000キロぐらい走れて200キロ巡航できちゃう、その辺のすごい評価の高い。日本だとどうしても馴染みがないんでどうなのっていうところだと思うんですけど、乗った感じもすごくいいらしいんで、これちょっと市場でね、またそこは523にない6発の走りをちょっと市場で確認してみたいと思います。でミッションの方は ZF 製の発足オートマで、これ一応アルピナの方で専用のチューニングもされてるそうです、うん、はい、ただ細かいどこまでどうやってシフトタイミングどうこうとかっていうのは調べたけど出てこなかったりして、うん、そうですか、はい、もしかしたらプラシーボかもしれないですけど、はい、この後これも確認してみたいと思います。あとスペック的なものでいくと0100が 4.9 秒、決して速くはないんですけど、うん、最高巡航速度が275キロということで、うん、これ前回の XB7 の動画でも同じこと言ってるんですけど、うん、アルピナの場合最高速度じゃないんですよね、うん、瞬間的に出せるスピードじゃなくて巡航できる速度ってことなんです。275キロで巡航ってやばくないですか？やばいね。東海道新幹線みたいなそんな感覚っていう、日本だと免許なくなっちゃいますけど、そのぐらいのポテンシャルがあるのと、当然スピード出すってなってくると制御もできなくちゃいけないじゃないですか。ハンドリングもそうだし、ブレーキもそうだし、それに伴ったものがついてくるっていう。ではまあね、作りとかその車の思考というか考え方がもう全く違いますよね。そうですね。はい、こんな感じになっております。はい、私これを見て、先ほどの発言を反省しました。チューナーじゃなかったです。はい、メーカーです。メーカーです。はい、でここに出せないですけど、車体番号入ってるんですよね。で BM の車体番号、この上のこれが BM の車体番号なんですけど、それを消して。下にこう新しい車体番号を打ってます。だから車を本当に作り変えて、違う車体番号でもう車を世にこう出しているという、そこが分かる部分になっております。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。入れましょう。はい。アルピナ、ちなみに鍵。はい、鍵も。せーのです。ピンボケしちゃってる。はい。こういう感じで。はい。特別感が。はい。アルピナについて、もう一回予習っていうか、いいですか。はい、どうぞ。特別な感覚と喜びを愛する。愛好家のために作る特別な自動車です。はい。ちなみに、アルピナちょっと掘り下げると、ブルカルとボフェンジーペンさんでしたっけ。はい。確か。と息子2人いるらしいんですけど、はい、その3人が役員でやってるらしいですよ、だからもう思いっきり家族経営のもうちっちゃい会社、従業員も今290人以上らしいんですけど、まあ大体300人ぐらい、それで年間1700台とか2000台とかすごくないですか、だって言ったらうちのちょっと倍ぐらいな、そのぐらいの事業規模、従業員の規模で作ってるっていう。ブラック企業なのかな。いや、それはないと思います。でおなじみのとこで言うと、なんかおじいさん、今社長のお父さんがタイプライター工場やってて、そこから BMW1500 のキャブをなんかアルピナシステムとかって言って調子のいいキャブ作って、そこからやってるんですよね。あとはこれも名古屋のXB7 の時言ってるんですけど、車とにかくテストしまくってるらしいですよ。ニュールで高速テストもやってるし、なんかコロラド州でなんかコールドテスト、寒いところで、あとは中東とかデスバレー、デスバレーってなんかもう基本めちゃくちゃやばいんですよね、そこでホットテストもやって、全部クリアしてからじゃないと車の生産に移らないらしいです。本当にさ、だから車好きのさ、ちょっと本当に飛び抜けた人の集まりってことだよね。オタクですよね。だからもう大体2年とかかかっちゃうみたいな。でその辺の効率化のために、もう同じホイールを使って、同じタイヤを使って自分たちを求める同じものができるようにやってるみたいです。だともうちょっと今回いいですか。内装で触れたこのラバーリーナーですか。これ車の全部そのデザインすることもできるじゃないですか。オプションでいくらするか小島さん知ってます？いや、知らないです。約200万200万出せばこのスベスベレザーに全部できる、できるってことね。やってみたくないですか？いやで、やっぱりさ、そういう特別感とかその後ろがあって分かって乗るのとさ、買うのとやっぱ全然違うよね。そうですね。だからこれこそ本当にもうオーダーメイドというか、もう本当に好きな人に届く車だから万人受けしないと思うんですよ。万人受けっていうか万人が知らないで乗っちゃいけないよね。そうですね。もう本当にだからこのアルピナの考え方に賛同できる人が乗る。賛同までいく？良いと思えばいいんじゃないの？そうですね。いいと思えば。でもそこまでさ飛び抜けてもないよね。突き抜けてもないよね。でもね、車の味付け的にはね。世の中のほとんどの人は、多分標準の BMW を買った方が幸せになると思うんですよ。そう。だって価格帯的にも中古車で言ったら、もっと全然安く買えるし、今回の車なんか言ったら装備少し寂しいじゃないですか。ベンチレーションはいいです。後ろのせめて3ゾーンもしくは4ゾーンに、あれ4ゾーンがオプションでしょっけ？4ゾーンとリアのシートヒーター欲しかったなって思いました。ソフトクローズとか別に僕どうでもいいんで、ヘッドアップディスプレイとかサンルーフとか、むしろサンルーフあればあったで、リアのエアコンはちょっと欲しかったなって。でも結構僕のその車屋さんの経験って言っちゃいけないです。そんな大それたもんじゃないですけど。結構アルピナ買う人ってアルピナを消す人多いんですよね。デコライン消します、スポイラー外します、なんとホイールもノーマル変えた人います。まあそこはあれなんですけど、結構いらっしゃるんですよ。いいんですかって言って、いやアルピナは分からないように乗りたいんですって。もうエンジンとブレーキとじゃあステアリングだけじゃないですか。そう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 、まあホイールの人はあんまりいなかったけど、でも本当にデコライン外してくれとか、まあでも何オプションがあるぐらいですか、ね、あるぐらいなんで、うん、でスポイラー外してとかってもうステアリングだけで幸せになりますこれ、うん、わあこういう感じなんですね、うん、今回はちょっとアルピナはやっぱ走りじゃ興奮しすぎて駅が走りじゃないかということで、はい、高速に行きたいと思います。ちょっと高速乗る前にいいですか、うん、感じたことのない5シリーズの動きと、うん、感じたことのないこの6発ディーゼルにびっくりしてます、うん、助手席乗ってる感じにそのディーゼルだからガソリンかっていうのは別に言われなければ気にもしない感じ、はい、あ音ぐらいじゃないですか、うんうん、あと回転がどうしてももう5000でレッドなんで、うん、5500か、うん、回る感じじゃないですね、うん、めっちゃ乗り心地いいんですけどちょっと柔らかすぎるぐらい、うん、ちょっと滑らかだね。今はスポーツにしてる？じゃあレビューで書いてるのもあったんですけどスポーツがちょうどいいぐらいって書いてある、スポーツに変えましょう、はい、あスポーツにするとメーターが緑になるんですね、はいはい、でステアリングも重くなるんです全然、うん、今ハンドル切ってる最中に押したんで、うん、急にハンドルも重くなくなったっす、うん、あスポーツにすると、うん、少し硬くなるのかな、うん、でも乗り心地は変わんないですね、うんいやでも助手席乗ってる感じは全然変わんないですね。これすごいやっぱり。何がすごいですか。車ずっと平らっすね。ずっと平ら。平ら。はい。でこのタイヤが転がってる感覚があるんですけど、うんうん、もうまっすぐ進むし平らだし、うんうん。なんかちょっとあれですよね。大人の感覚というか、そうですね。なんか五感に刺激するゴワーっていうのが全くないけど、はい、すごいしっとりとしてめちゃくちゃ快適。うん、うわすげえトルクある。結構、うん、これ4発と全然違いますねやっぱり。うんうん、ロッキーとかめっちゃトルクあるこれ。今半分も踏んでないですよ本当に、はい、で結構なんかいい具合に加速しましたね。ちょっと踏んでいいですか。うんどうぞ。これすごいトルクが、うん、さっきちょっとマフラーの音を聞いて、はい、普通だなと思ったんですけど、はい、いいですねこれ。これはこれでいいですね。これなんかディーゼルっぽくないですよね。全然全然、うん、スポーツ本当スポーツ。高速乗るまでの下道は、うん、まあディーゼルだなと思ったんですけど、うんうん、まあ全然4発より滑らかなんですけど、うんうん、高速乗るとこれもうちょっとマフラーの音を含めディーゼルっぽくないですよね。全然違うね。安定感抜群だなこれ。めちゃくちゃ乗り心地いい。びっくり。これ多分もう初見で乗ってる僕がこんだけびっくりするんだから5シリーズ乗ってる人が乗ったらびっくりしますよね多分。違うね。特に523乗ってる人がこれ乗ったら多分びっくりすると思いますよ。うちの台車523なんでね。ちょっと乗り換えしましょう後で。いやいやいやあれあったっけな。あるあるある。乗ってみる。乗ってみましょう後で。でもそれ比べたらだってさ523って今極端に言ったら200万とか3ぐらいの車と1000万の車を比べたらそれは違うでしょってなっちゃうでしょ。いやでも基本的にはシャーシとかその設計は一緒じゃないですか。あでそうそうそう、シャーシナンバー消してあるやつ、うん、何が出てくるかってあそうね検索したらびっくりしましたね。やっぱり 530D530DX ドライブが出てくる。レビューというか解説は合ってましたね、うん、530DX ドライブベースでエンジンは 540D、うん、だなんか違うんでしょうねシャーシとエンジンが、うん、そうね。だって絶対 540D ベースにした方が手っ取り早いじゃないですか。あれツッチドイツ行った時アルピナとか行かないの。行かなかった。チューナーだから、チューナーメインに回ってるから行かないか、アルピナとかは。いや行きたかったんですけど、ルートからちょっとそれてたんですよね。あとは行ってもなんかその実際車作りしてる現場って見れないんじゃないかっていう話で今回行かなかったんですよ。でもちょっとスポーツにしていいですか。あ、スポーツじゃない、コンフォートにしていいですか。コンフォートプラスで。アルピナね、世界一小さい車メーカーって言われたぐらいですかね。ドイツでもそれちっちゃいの結構あるんですよね。うん、あるね。テッカートも自動車メーカー名乗れるあれ持ってるんですよ、権利。けどチューナーでやっていってるんですよ、ね。これコンフォートプラスにするとすごい。いやでも乗ってる感じ変わんないですよ。ステアリングに返ってくるのが全然違うっす。あとお尻に返ってくるのが全然違うっす。じゃあ俺は敏感じゃないのかな。でも快適さで言ったらスポーツにしても、うん、コンフォートにしてもコンフォートプラスは変わらないですよ、うん、全部快適です。快適。乗った感じのそのステアリングフィールが重たくなったりとか、うん、あとこのロールが少し、うん、変わってんのかな、もうわからないぐらい。いやでもめちゃくちゃ乗り心地よくない？すんごい乗り心地いいっすよ。いやいいと思うよ。あとちょっとこれブレーキ踏むシーンが欲しいですね。うん、この先U ターンのところでブレーキ踏んでいいですか。うん、これすごいっすよ。これあれ一応あれトロニックやってよ、タッチトロニック。スイッチトロニック。あ、スイッチトロニック。スイッチトロニックは特別感感じるんですけど、うん、使いやすいか使いにくいかで言ったら使いにくいです。使いにくいね。オプションのパドルつけた方がいいと思います。ただでも、うん、そんなに多分頻繁にいらないんでしょうね。いらないね。うん、シフトもさ全然あれだよね。どうですか、はい、スコスコ入りますか。めちゃくちゃ滑らかっす。滑らかの極みかなこれは。そうっすね。本当にだってディーゼルでこれだけ回しても全然ザラザラしてる感じしないっすもん。なんかディーゼルって少しザラザラしてる感じしません、ガソリンと違って。多分それが苦手だなって人も結構いると思うんですよ。音もそうだけど、この少し回した時のザラザラ感分かります？全然ないんですよね。音聞かなかったら本当に分かんないぐらい。あとトルクがあるから出足がすごい。なんかガソリンみたいにまず回転が上がってそれでぐるーってくるっていうよりか、もう踏んだらぐるーって車前で。でも最近ってなんかディーゼルって昔はその4駆とかだったりが多かったじゃないですか、はい、それが今その例えば S クラスだったりとか、はい、7シリーズだったりとかってディーゼルがあったりするじゃないですか、はい、やっぱりそれでかなり見直されてる人いると思うんですけどね。そういう大きいセダンに乗ってる人がディーゼルでもこんなにいいんだみたいな。その頂点に立つのがここかな。頂点までいかないけど、その上のクラスにいるのが、だいぶ上の方ですよね。クラスにいるのはこのディーゼルのアルピナかなって感じしますけどね。なんか厳しい言い方すると、うん、なんかその日本みたいにハイブリッドが作れなかったから、うん、ディーゼルを極めたっていう、うん、話もありますけどね。でもやっぱりそういうチューナーメーカーが極めただけあってすごいいいですよね。4駆だからっていうのなんか感じます、乗ってて。それは特にあんまり感じないですか。そんなにそうですね。そんなにスピードも出してないんですけど、うん、けど安定感はめっちゃありますよ。うん、ハンドル切るようなシチュエーションがないんであれですけど、あと出足もやっぱり四駆だからか、うん、すっごい安定して前に出ますね、うん、車が。だからこれ面白みがあるかって言ったら多分、うん、普通に M スポーツとか演出はないですよね。M買った方がいいと思いますよ。うん、全然。価格もそうですし、この名古屋のやつは乗ってないんだっけ。乗りました。乗った。 XB7 もすごいですよ、うん、びっくりしますよ。あ、そう。本当に土方さんも言ってたんですけど、うん、すっごい大げさな言い方すると、うん、もっと気筒数が多い車乗ってみたいって、うんうん、そのぐらい滑らかと。もともと X7 もすっごいいいですけどね、うん、乗り心地もいいし静かだし快適だし。何なんですかね、なりますそんな。なんいやチューニングでああチューニングでね、はい、調律でそんな滑らかになります、うん、タイヤがいいんですかね、何がいいんですかね、どうなんだろうね、だってショック一緒なわけじゃないですか、うんうん、まあ、あとは最近の車電子デバイスがいろいろついてるし、うん、ステアリングもパワステだし、うんブレーキとかも全部制御入るんで、うん、もしかしたらその辺の制御のそのトータルなのかもしれないですけどね、うん、具体的になんかそのパーツを変えてっていうよりか、うん、昔はそれこそホワイトボディで一から組み直して、うん、なんかエンジンのパーツも全部作ったりしてたんですよね、専用のパーツは、うん、今多分そこまでやってないと思うんで、いや本当に低速でも滑らかっすね、眠くなってきたもんね、うん、これ本当にだから車格がもう一個上の車乗ってるみたいですよ、うん、ご飯食べる前でよかったねご飯食べた後だったら確実に寝てますねこれ、うん、ぐらいすごい快適だな、これ家族にはもういいよね、そうですね、これだからそうですね、ファミリーカーですから、でもそうするとなおさらフォーゾーンが欲しかったなと、うん、シートヒーターといいんですよこれ、滑らかなんで、でもステアリングヒーターの前に、うん、後ろだなって思っちゃいました、うん、いいんですよ、運転手はメインなんで、でもエアコンがないわけじゃないじゃないですか、まあまあまあ、うん、調整ができないだけで、はい、でも今世間皆さんでフォーゾーン乗ってる人でフォーゾーン使ってる人ってどれだけいるのかなと思いますよね、ああ結局その例えば V クラスとかそういうワンボックス系だったらやっぱ上後ろって結構ないとダメじゃないですか、普通のセダンで4ゾーンついてて、まあシートヒーターを使うと思いますけど、後ろだけで温度調整する人ってそんなにいるのかなと思って、うちは欲しいなと思います。あ、間違った、降りちゃった、降りちゃいました、降りちゃいましたね、ブレーキ踏んでいいですか、はい、めっちゃ止まる、めっちゃブレーキ効く、当たり的にですがクッてくる感じですか、スーッときてクッてくる、もうすごいコントローラブルというか、もう踏んだら踏んだだけ、前に聞くとしたらなんだろう、開炎ターボで聞くって言ってたじゃないですか、あれと比べてそうですね、そうかもしれないです、近い感じ、いや難しいですけど、最初のタッチはガツンってこないですよ、今こう触れるぐらいでこう軽く踏んでるんですけど、奥がギューって効く感じで、なんかすごい食いつくパッド使ってるというよりかはやっぱりローターとかキャリバー大きいやつで、なんかしっかり掴んで止めてる感じがしますね、だからレース用な感じのガッていう感じじゃなくて、ちょっとこうそうですね、ちゃんと安心して止まりますよっていう、で話は戻りますけど、はい、エアコン3ゾーンか4ゾーン、うちは欲しいと思います。あ、そうなんだ、だいたいうち家族で出かける時って僕運転して隣に子供長男が乗って後ろに下の子とかみさん乗るんですよ、で前2人男で暑がりなんですよ、2人ともエアコン全開なんですよ、今時期寒いって言われるんですよ、あ、そういう感じもあるんだね、だついてたらいいなって思って、よし渋滞を抜けました。改めて感じるとそのディーゼル感やっぱ全然ないですね、全然ないですよね、うん、音もむしろなんかなくないですか、うん、音もなんかディーゼルっぽくないんですよね、うん、6発になってるからなのかな、本当にザラザラしてない、滑らかな感じで、いいなこれ、すんごい快適、これでも本当にショック普通のやつと一緒って本当かなと思いますよね、考えられないね、あと車がこの方から結構軽くなってるらしいですよね、うん、だいたい50キロから100キロぐらい、うん、仙台より車軽くなってるんですよ、けどすごい重厚感を感じますよ、うん、しっとりしてる、じゃあ一応ボンド的な質問をしちゃうと、はい、いじるといじりますか？もうありじゃないですか。ありですか？僕はアルピナいじるとしたらどこいじますか？新車で買っていじるんだったらちょっと、新車のオーダーでいろいろやった方がいいんじゃないですかと思いますけども、中古だったらいろいろやってもいい気がしますけどね。ちなみにこちらのお車ですと窓枠を黒くするぐらいですかね。でもこれ乗っちゃうとあんまりいじらないでそのまま乗りたいなと思っちゃうんですけど、この快適さはね、窓枠、そうっすね、窓枠つけてテレビつけるぐらいですか？そうですね、ミラーリング、テレビ僕見ないんで、ミラーリング、それしかない、それしか印象ない。デスクのここに置いときたいです、このミラーリング定期的に触りたい。これのマウスとかないんですかね？マウス、ラバリアでさ貼ってるマウスとかしたら欲しいです。欲しい、作ればかスマホのケース、レザーのぽいのじゃダメですよ、このレザーいくら住んでたんじゃないですかね。欲しいな、触ってたいもん。じゃああんまり点数聞かないですけど、今回は聞いちゃっていいですか、最後なんでも、車の点数ですか？はい、お車の点数はこの車、この答えでいいですか？この答えでちょっと厳しめに、85点くらい。いやリアシートちょっとそれだけね、それ減点ポイント、いや一応減点ポイント言ってもらわないと。減点ポイント言います、車はもう120点なんですよ、リアシートの、快適性がもうちょっと欲しい。じゃあそれを求める人か求めない人かで点数が多く変わっていくと。でもうちょっとよく言えばリアシートのシートヒーターも欲しいです。あとはちょっと中で触れなかったですけど、ホイールがちょっとガリってんですよね。これ直すんですか？直します。はい、そこだけかなと。じゃあ87点で。そうですね、87点くらいで。これはでもいい車です。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、僕の方からまとめいいですか？はい、どうぞ。最初この車を小島さん紹介取ろうって言われた時に、結構高いなと思ったんですよ、はい、っていうのも、5シリーズで、4駆で、ガソリン車で、だったら設定あるわけじゃないですか、中古相場見たんですけど、結構安いんですよ、もう本当にこの車倍に届こうかっていうぐらいの金額じゃないですか。ただ一個一個冷静に見てたら、まずエンジンが日本設定のない6気筒、これだけでもかなりこう買う価値があるというか、流通している車よりかも全然価値が高いと思うんですよ、まず。でそれに加えてホイールアフターで買うと160万円ぐらいするんですよ。でなおかつそれにプラスしてブレーキキットも入ってます、スポイラーも入ってます。スポイラーもこれパーツで買うと17万ぐらいします。でブレーキも、このローターとの組み合わせないですけど60万から70万ぐらいするじゃないですか。だとトランクスポイラーも10万円するんですよ、だとデコラインも8万円するんですよ、でその他アルピナの特別装備のそのステアリングとか、メタルバッジとか、あとは目に見えないそのチューニングの部分、ってなってくると正直そのベースの車、200万円300万円400万円ぐらい価値は全然あるんじゃないかなっていうのが今回の僕の結論です。結論ですか。でなおかつリセールもいいんですよね。そうですね、標準の BMW の車両よりかもある程度価格って安定してないですか？そうですね、安定しているというよりか、動いてない、正直なんですかね、ここで言っていいのかわかんないですけど、仕入れるときにすぐ売れるとも僕ちょっと思ってないんですよ。でしばらく在庫であってもいいかなってぐらいの価格で仕入れるんですけど、中古車なものなんでやっぱりどんどん下がっていくのが普通なんですけど、持ってても怖くはないんですよ、全然。その金額で購入していただけるお客さんがいるっていうことなので、そこはそういう意味では安定しているのかもしれないですね。標準など結構こう、そうですね、これがないです、これがないんで、これがないぐらいまで下がっちゃう車もあるじゃないですか。そんな中でアルピナってやっぱりこう一定の評価が世の中にあるんで、そうですね、ありますね。だからもう BMW って見ますけど、 BMW って見ちゃいけないんですよ。じゃないんですよね、アルピナなんです。全く別の車なんです。別の車です。でも結構車好きな方ってやっぱりね、アルピナ好きな方多いですし。でもそれもちょっとこれ最初に言うべきだったかもしれないですけど、車の作っていく姿勢がもうそういうことみたいです。でもそれ本国の公式のホームページでも言ってるんですけど、もう50年以上にわたって BMW をチューニングする家族経営の小さな会社、でなおかつその車のその違いが分かる人に対して届けるっていうスタンスなんですよっていうのが、もうホームページにもバシンって書いてあるぐらいなんで、まあ多くの方に受け入れる、もう万人受けする車じゃないと思うんですけど、ハマる人にはこれ以上の車ないんじゃないかなっていう車になってくるんじゃないかな。でも本当にあれですよ、またここで話なくなっちゃうかもしれないですけど、やっぱりその普段乗りして仕事でも使えて家族でも乗れてっていうのを究極に突き詰めた車っていうのがやっぱアルピナって、アルピナ社の人が言ってたんですけど、そういうふうに言ってたので、やっぱりそこを突き詰めて、本来ってやっぱりそのアルピナってもともとレースから始まってるじゃないですか。だからとんがってるイメージから考えることじゃなくて、やっぱりさっきのスポイラーからもそうですけど、そういうなんか実用性にどんどんこういっていって、今のこのなんですか地位というか評価があるんじゃないかなと思うので、やっぱりエンブレムにあるようにね、情熱と何でしたっけ、知性ですね、青と赤ですよね。あ、そうですね、はい、そこが入ってる車じゃないかなと思いますね。というわけで今回はアルピナ D5S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。